エレン・シュビールスはドイツの女優、バイマル共和制時代のシュテッティンに生まれる。父も俳優で、彼女が子供の頃から移動劇団でドイツ中を巡業していた。そのため何度も学校を転校した。終戦後、ヘッセン州のマールブルクに落ち着き、演技の専門教育を受けた。その後、最初にコブレンツで舞台に立ち、その間に、 プロンプターも経験。映画デビューは1949年。以降、1950年代から1960年代に、かけ旧西ドイツオーストリア映画界で、数々の作品に出演し活躍。ドイツ語圏以外の外国作品への出演もある。1958年に出演した、旧西ドイツ映画、ヘルデンは、第31回アカデミー賞外国語映画賞に、ノミネート。 1959年の小柄かに金はなるではインパクトのある美貌で若い未亡人ズザンネを演じた。1970年代からは主にドイツのテレビドラマに出演しているが、1976年にはベルナルド・ベルトルッチ監督の1900年、1978年にはビリー・ワイルダー監督の奇襲に出演。また映画、ドラマと並行しながら、 エッセン、ザルツブルクなどで舞台公演を行った。ドイツでは2009年にもドラマに出演している。ドイツ連邦共和国功労勲章を受賞している。2019年4月26日、バイエルン州シュタルンベルクの自宅で死去。88歳没。1956年にレニリー・フェンシュタールの元夫だった映画プロデューサーのベーター・ヤーコプと結婚。 娘のカテリーナ・ヤーコップと息子のダニエル・ヤーコップは二人とも俳優になったが、1985年、ダニエルは病気のため21歳で死去。夫ペーターとは1992年に死別。孫のヨゼフィーネ・ヤーコップも女優になった。ありがとうございます。